自滅してしまうとは情けない。今回は魔人ヘビコ様の登場により今後増えそうな事故を紹介。早速現場に向かいましょう。事故現場はこちら。ヘビコが反射を展開。不用意な攻撃は危険。しかし脳筋は奥義を選択。そろそろ本気で行くわよ。羽目を外した。知ってた。あまりにも無様。かわいそうなので救済。甘いわよ。魔人ヘビコの力見せてあげる。反射解除。そろそろ本気で行くわよ。羽目を外した。解除してしまえば安心安全。最大火力でも大丈夫。脳筋は救われたので現場からは以上になります。ご覧いただいたように反射は危険。今後使い手が増えると思うので十分気をつけたいですね。ヘビコ様の活躍にも期待。というか活躍してくれないと困る。ご視聴ありがとうございました。のんびり動画を作っていくので今後もよろしくお願いします。